こんにちは。群馬県伊勢崎市にあります平田ドラム教室、ドラム講師の武藤です。はい、今日はですね Q&A にお答えしていこうと思います。はい、で質問がですね、おすすめの、まあ、イヤホン、ヘッドホンとかありますかという質問が来ててですね、まあおそらくまああれなんですけどね、この質問の人はあのモニター用だと思うんですけれども、ちょっとね利点というかね、そういうのとかもいろいろ紹介しようかなと思います。はい、まず、まあね、最近だとこう打ち込みって言って音源を流しながら、まあ、同期聞きながら、演奏するとかっていうバンドの形式もかなり増えてまして、そのモニター環境っていうのがね、やっぱりプロの人だとこう耳の型を取ってイヤーモニってやつですね、インイヤーモニターの略で、この耳の中で、こうスピーカーがここについてて、まあ、スピーカー厳密に言うとまあスピーカーじゃないんですけど、まあ、ドライバーとかっていうのが入ってて、こう環境聞ける環境があるんですけど、なかなかやっぱりこうなんだろう、プロではない人にとってそういう型まで取ってこうやるのってちょっと憧れではあるんですけど大変なんですね。お金も結構高いので、で、僕のおすすめしてるのが、こちらですね。結構最近だともう結構ね、こう音楽聴くのが好きな人、そんなにプレイする側じゃない人でも持ってる人を最近見かけるのがこちら、はい、よいしょ、シュアの、イヤモニターなんですけど、見えますかね。はい、こちら、結構お安いシリーズの中で、まあ、1万円ぐらいなんですけど、215ってやつでしたね。シュアの SE215 っていう、型はですね、ちょっと見づらいな、ほう、はい、こういう感じです。で、これ何がいいかっていうと、普通のヘッドホンっていうのはやはり上からこうやってかぶせたりするので、まあ今もう僕なんか帽子かぶってるんですけど、そうするとこう潰れちゃったりとか髪型が崩れたりするんですけど、まあまずその辺の心配がない、これ耳にかけるタイプですね。カナル式なんていうんですけど、こう後ろからかけます。一回後ろに通して耳にこう入れるんですね、この中にグッと、はい、見えますかね。 これはあの耳の型とか取ってなくて、ここはクッションになってるので、なんて言うんだろうな、耳栓みたいなクッションで奥まで入れるとだんだんこう耳の型にあってふわっと広がってきます。で、後ろを耳のここの位置に合わせて引っ掛けてあげる、はい、こういう形です。で、これつけるとすごく遮音性が高いので周りの音がほとんど聞こえなくなります。で、まあ、これミキサーとかに挿してここで、音がもう流れるんですね。他の人とかが演奏してる音もこれで拾ったりもすることができます。で、もちろん iPod とかにつなげて、曲の練習もここで流れます。しかし、音量がすごい遮音されるので自分の叩いてる音がよく分かんなくなる可能性もあるので、結構ライブの時とかここを少し浮かせて半分刺さってて半分ちょっと浮いてるような状態で演奏することはよくあります。そうしないとなんか叩いてる音が全然聞こえないのでちゃんと出てるのかななんて不安になったりする時があります。まあライブの時はこれでクリック聞きながら演奏することが多いです。はい、まあ、使わないライブもあるんですけど、どうしても同期ものとかだとこれ使って演奏してます。はい、まあ、他にも、まあ、あとヘッドホンタイプでおすすめというのは、片番調べたんですけど、あの本当に定番のやつですね、ソニーの、MDR の CD900ST、 あのよくラジオパーソナリティとかがつけてたりとか、あとはあのなんだ、レコーディングするときに絶対みんなつけてるソニーのここに赤いラインが入ってる、ものですね。こちらが、一番癖がなくていいかなと、モニター用にはいいかなと思います。はい、こちらのねシュアもケースもついててね、こちら1万円ぐらいで買えるので、もし、気になってたらぜひぜひ、もう十分ですね、これでいいと思います。はい、以上、そんな感じで簡単ではありますがおすすめのイヤホンについての紹介でした。ご視聴ありがとうございます。